フィリップ・ケイ・ディック、フィリップ・キンドレッド、ディック、フィリップ・キンドレッド・ディック、1928年12月16日から1982年3月2日は、アメリカの SF 作家。ディックの小説は、社会学的、政治的、刑事上学的テーマを探求し、独占企業や、独裁的政府や、編成意識状態がよく登場する。後期の作品では、 刑事上学と進学への個人的興味を反映したテーマに集中している。しばしば個人的体験を作品に取り入れ、薬物乱用や変質病、統合失調症や神秘体験が暗闇のスキャナーやバリスといった作品に反映されている。1963年、歴史改編 SF、高い城の男で、9号賞長編小説部門を受賞。 1975年、未知のパラレルワールドで目覚めた有名人を描いた、流れよ我が涙、と警官は言ったで、ジョン・ W ・キャンベル記念賞を受賞した。ディックは、それらの作品について、私は、私が愛する人々を、現実の世界ではなく、私の心が紡いだ、虚構の世界において描きたい。なぜなら、現実世界は、私の基準を満たしていないからだ。 私は作品の中で宇宙を疑いさえする。私はそれが本物かどうかを強く疑い、我々全てが本物かどうかを強く疑うと述べている。ディックは自らをフィクシャナラいシングフィロソファー、小説化する哲学者と称していた。なお、フィロソファーは哲学者以外に冷静な人、理性的な人、視力深い人などを指す言葉である。 44編の長編に加え、2010年1月現在、ディックは約121編の短編小説を書いた。そして、そのほとんどが SF 雑誌に掲載された。ディックは、作家になってからは、ほぼ常に貧乏だったが、死後になってから、彼の作品が、ブレードランナー、トータルリコール、スキャナーダーアクリー、マイノリティリポートといった映画になってヒットしている。バルジョーで行こう。 このような一般映画もディック作品を原作として生まれている。2005年、タイム氏が1923年以降の英米の小説ベスト100を掲載し、そこにはディックのユービックも含まれていた。2007年、ディックは SF 作家として初めてに収録されることになった。ポーランドの SF 作家、スタニスワ・フレムはアメリカ SF を全面批判したが、ディックだけは称賛し、 ペテン氏に囲まれた原始者と彼を表している。ただし、後の1976年にアメリカ SF 批判の件で、レムがアメリカ SF 作家協会から追放された、レム事件が起きた際、ディックはポーランドで自分の作品が騙されて出版されたとして、彼を猛烈に非難した。ディックの父はアメリカ合衆国のオームーの役人だった。1928年、 イリノイ州シカゴニテに,にソーセージの一子として生まれる。双子の妹ジェイン・シャーロット、ジャーヌ・シャーロットは40日後に死去した。その死は彼の作品、人間関係、人生にまで影響を与え、多くの作品に現役の双子のモチーフが登場する原因となった。その後、一家はサンフランシスコベエリアに引っ越した。ビッグが5歳の時、父は、 ネバダ州リノに転勤になったが、母はついていくのを嫌がり、結果として両親が離婚することになった。親権は母親が得た。母はワシントン DC に職を得て、そこにディックと共に引っ越した。ワシントン DC では小学4年生まで過ごした。作文の成績は C だったが、教師は物語を作ることへの興味と才能があると意見を記している。 1938年7月、母と共にカリフォルニアに戻り、この頃から SF に興味を持ち始めた。ディックは、後に1940年に、初めて SF 雑誌というもの、ストリング・サイエンス・ストーリーズという使命だったという、を読んだと述べている。バークレーの高校に入学した。アージュラ・ケールイコールグウィンとは、同じ高校の同学年、1947年卒。 だったが、当時は互いを知らなかった。高校卒業後に、カリフォルニア大学バークレー校に進学してドイツ語を専攻したが、ROTC に参加するのが嫌で中退した。バークレーでは、詩人のロバート・ダンカンや詩人で、言語学者のジャック・スパイサーと進行を結び、スパイサーはディックに、火星人語のアイデアを与えている。ディック本人のことによれば、彼は1947年に、 クスモというラジオ局でクラシック音楽番組の司会を務めていたという。1948年から1952年までレコード店の店員として働いた。1955年、ディックとその2番目の妻であるクレオアポストロリデースの前に FBI の捜査員が現れた。彼らはクレオが社会主義者で左翼活動をしていたせいだと思い込んだ。 二人はその FBI エージェントに一時的に力を貸した。1950年代初期に執筆した諸女作、死に虎ゴや乱は、核実験やカルト宗教を題材にした SF ではない文学作品だったが、暴力描写などが原因で生前は出版社に拒否され、結局出版できたのは2007年であった。1951年に出版社に売れた最初の小説、 ルーグも修正を指示され、雑誌に掲載できたのは1953年だった。この作品以降専業作家となり、商業誌に最初に作品が掲載されたのは1952年の、ウーブミオモク横たわるである。1955年には、長編、太陽クイズ、偶然世界が初めて売れた。1950年代はディックにとって最も貧しく、苦しい時期で、 図書館の本の延滞料すら払えなかったという SF 短編を書いてここを押しのいでいたが出版できなかった諸女作のような純文学を書くことを夢見ていたこの時期にジャンルにとらわれない SF 以外の長編をいくつか書いているが注目を集めることはなく1960年に純文学の作家として成功するには20年から30年かかると書いている しかし1963年1月、エージェントから売れなかった純文学作品をすべて送り返され、純文学作家の夢が絶たれた。唯一生前に出版された純文学作品が戦争が終わり、世界の終わりが始まったである。1963年、高い城の男で9号賞を受賞。SF 界では天才として迎えられたが、 エースブックスなどの原稿料の安い SF、出版会社にしか相手にされなかったという面もある。その後も経済状態は好転しなかった。1980年に出版された短編集ゴールデンマンデディックは数年前病気になった時、会ったこともなかったハインラインが何かできることはないかと助力を申し出てくれた。彼は電話で元気づけてくれ、どうしているかと気遣ってくれた。 ありがたいことに電動タイプライターを買ってやろうと申し出てくれた。彼こそこの世界の数少ない真の紳士だ。彼が作品に書いていることには全く同意できないが、そんなことは問題ではない。ある時 IRS に多額の課税をされて、それを払えずにいるとハインラインがお金を貸してくれた。彼とその奥さんは私の恩人だ。彼らに 感謝の印に本を捧げたこともある。ロバート・ハインラインは素晴らしい外見の男で非常に印象的で軍人のような姿勢である。髪型に至るまで軍人としての背景が見て取れる。彼は私が頭のおかしいフリークだと知っていて、それでも私が困っていた時に助けてくれた。これこそが人間性というものだ。そういう人やものを私は愛していると書いている。 1972年、ディックは原稿や資料をカリフォルニア州立大学、フラトン校のスペシャルコレクションスライブラリーに寄贈し、それがフィリップ K ・ディックサイエンスフィクションコレクションとして、ブラックライブラリーに収蔵されている。フラトン校でディックは SF 作家の卵だった K.W. ジーター、ジェームズ P. ブレイロック、ティムパワーズと進行している。ック最後の長編は、 ティモシー・アーチャーの転生で、1982年、彼の死後に出版された。1974年2月20日、ディックは、親知らずを抜き、その際のチオペンタールの効果から回復しつつあった。追加の鎮痛剤の配達を受け取るためドアに応対に、出ると、女性配達員が彼が、ベシクルピスケスと呼ぶシンボルのペンダントを身につけていることに気づいた。この名称は、 彼が二つの関連するシンボルを混同していることに、起因すると見られる。一つは二つの子を描く線が交差して、魚の形になっているいくつで、初期キリスト教徒が秘密のシンボルとして用いたものである。もう一つは二つの縁が交差した形のである。女性配達員が立ち去ると、ディックは奇妙な幻覚を体験し始めた。当初は鎮痛剤に起因するものと思われたが、 何週間も幻覚が続いたためディックは鎮痛剤のせいだけではないと考えた。私の心に超越的で理性的な精神が侵入するのを体験し、これまで正気でなかったのが突然正気になったかのように感じたとディック自身がチャールズ・プラットに語っている。1974年の2月から3月まで彼は一連の幻覚を体験し、これを2から3から74。 1974年2月から3月の糸名付けた。ディックによれば、最初はレーザービームと幾何学模様の幻覚が見え、時折イエス・キリストや古代ローマの幻影が見えたという。幻覚は長さと頻度が増していき、ディックは自分がフィリップ系ディックであると同時に、ローマ人に迫害された紀元一世紀のキリスト教徒トーマスでもあり、二重の人生を生きていると、 主張し始めた。ディックは、自らの体験を宗教的に解釈しようとし始めた。彼は、その、超越的な理性的精神を、ゼブラ、ゴッド、バリスなどと呼ぶようになる。彼は、その体験をまず半自然的小説、アルベマスに書き、さらに、バリス、聖なる侵入、ティモシー・アーチャーの転生というバリス三部作を書いた。 ある時ディックは預言者エリアが乗り移ったと感じた。彼は流れよ我が涙と警官は言ったが、自身が読んだことのない聖書の使徒行伝の物語を詳細化した改作だったと信じた。ディックは5回結婚し、2人の娘と1人の息子を儲けた。すべて離婚して解消されている。1982年2月17日、インタビューの仕事を終えた後に、 視界の不良を訴え、翌日の梗塞で意識不明となっているところを発見された。搬送された病院で脳死と判定されてから、家族の判断で生命維持装置を外され、3月2日に亡くなった。死後、父親が一回をコロラド州フォートモーガンに持ち帰った。双子の妹が死んだ際、その墓にはビッグの名も刻まれ、命日だけが空欄になっていた。 ディックはその墓に妹と一緒に埋葬された。自作の初映画化であるブレードランナーの公開直前であったが、完成版を見ることはなかった。後にディックのファンにより姿を似せた遠隔制御式アンドロイドが制作された。このアンドロイドはサンディエゴコミコンでの暗闇のスキャナー映画化発表で壇上で披露された。2006年2月、 アメリカウエスト航空の従業員がこのアンドロイドの頭部を紛失し、未だに見つかっていない。ローレンス・スーチンの1989年の電気、聖なる侵入フィリップ系ディックの生涯、ディバイン・インベジアンス、ーライフ・オブ・フィリップ系、ディック砲訳みが、ディックの電気の決定版とされている。1993年には、フランス人作家エマニュエル・カレールが、 ジュスウィー・ビバン・エヴェット・モッツを出版。これが2004年、I am alive and you are dead, a journey into the mind of Philip K.Dick として英語に翻訳され出版された。ディックの内面を描いた電気的小説である。そのため、普通の電気に見られる出展、客中、作品などがない点が批判された。脚本家で映画監督のジョン・アラン・サイモンは、ディックの小説、 アルベマスをベースとした電気映画を制作した。BBC2 は1994年に、ディックを扱ったドキュメンタリーアレーナフィリップ、K. ディック、a ーデ n ンザアフターリーフ」を放送した。他にも、ザ・ゴスペル・コーディング d フィリップ K. ディック2001やザ・パンルタメット・ e Tomet Truth About フィリップ K. ディック2007といったドキュメンタリー映画が制作されている。ディックは、 リチャード・フィリップス、リチャード・フィリップスとジャック・ダウランド、ジャック・ダウランドというペンネームを使って作品を発表したことがある。1953年10月号に掲載された生活必需品はリチャード・フィリップス名義で掲載された。これは訪問者という短編も同号に掲載されたためである。ブザマナ・オルフェウスという短編はジャック・ダウランド名義で発表された。これは 主人公が偉大な SF 作家、ジャック・ダウランドのミューズとして霊感を授けようとする話で、作中で、ジャック・ダウランドは、フィリップ・ケイ・ディックというペンネームで、ブザマナ・オルフェウスという短編を書いたことになっている。ダウランドという姓は、ルネサンス期の作曲家、ジョン・ダウランドにちなんだもので、ジョン・ダウランドは、ディック作品で何度か言及されている。例えば、流れよ我が涙。 と警官は言ったの題名は、ダウランドの曲、流れよ我が涙を引用したものである。聖なる侵入に登場する有名歌手リンダ・フォックスは、リンダ・ロン・シュタットがモデルだが、彼女の歌う曲は全てジョン・ダウランド作曲とされている。ディック作品は、現実というものの脆さと個人のアイデンティティの構築をテーマとすることが多い。何らかの強力な外部の存在によって、 例えば、ユービック、あるいは巨大な政治的陰謀によって、あるいは単に信頼できない語り手の変化によって、日常の世界が実際には構築された幻影だということに、主人公らが徐々に気づき、超現実的なファンタジーへと変貌していくことが多い。こうした現実が崩壊していく強烈な感覚は、ディック感覚と呼ばれている。彼の作品は、すべて、 単一の客観的現実は存在しないという基本的前提から出発していると SF 作家チャールズ・プラットは書いている。全ては知覚の問題である。地面はあなたの足元から変化していく傾向がある。主人公は別人の夢の中で生きていることに気づいたり、薬物に影響されて現実世界をよりよく理解できる状態になったり、完全に違う宇宙に足を踏み入れたりする。 パラレルワールドとシミラクラがプロットの道具としてよく使われ、その世界には普通の労働者が住んでいる。アーシュラケールイコールグウィンは、ディック作品にはヒーローがいないが、英雄的行為は存在する。ディケンズを思い起こさせるところもあり、普通の人々の正直さ、定説、親切、忍耐を大切にしていると書いている。ディックが、 カールグ・グスタフ・ユングに大きく影響されていることは明らかである。特に集合無意識の元型、集団投影、幻覚、シンクロニシティ、個性化論などの影響が強い。テレポートされざるものなどでは、ユング心理学の用語が実際に使われている。ディックのもう一つのテーマとして、戦争があり、特に戦争への恐怖と憎悪がある。スティーブン・オーエン・ゴダースキーは、 酸素が水に溶けるように彼の作品全体に、それが染み付いているとしている。また、精神疾患もよく扱われるテーマである。火星のタイムスリップ、1964に登場するジャック・ボーレンは、精神分裂病の前歴がある設定である。アルファ衛星の子族たちは、精神病院の患者たちの子孫が形成した社会を描いている。百六十五年には、 分裂症と変化の症というエッセイを書いている。薬物使用、薬物乱用もよく見られるテーマで、暗闇のスキャナーやパーマー・エールドリッチの3つの性婚に顕著である。ディックは生涯のかなりの期間で薬物を使用していた。1975年のローリングストーン氏のインタビューで、ディックは1970年より、 以前の作品はすべてアンフェタミンを服用した状態で書いたと述べている。インタビューでディックは暗闇のスキャナーがスピードを全く飲まずに書いた最初の長編だと語っている。短期間だけ再掲でディックを試したこともある。しかしローリングストーン氏が LSD 小説の古典でありオールタイムベストだとしたパーマー・エールドリッチの三つの成功を書いたのは幻覚剤を試す前のことだった。 アンフェタミンを多用したディックだが、後に、医師から彼は、アンフェタミンの影響を受けない体質で、それが、脳に達する前に肝臓が処理していると言われたという。最晩年の作品である、バリス三部作、バリス、聖なる侵入、ティモシー・アーチャーの転生。あるいは生前に刊行された、バリス、聖なる侵入だけをもって、バリス二部作とも呼ばれるでは、 キリスト教神学とグノーシス主義が中心モチーフになっている。そこでは、この世界が狂った神、ヤルダバオトにより創造された混沌であるという、グノーシス思想が、黒き鉄の牢獄というキーワードで表現され、登場人物が混沌の中に真の唯一者の兆候を探し、救済を求める様子が描かれる。フィリップ・ケーディック賞は、フィラデルフィア・ SF ・ソサイティが主催する、 ノーウェスコーンで毎年授与されている。ディックは多くの作家に影響を与えている。ディックの影響を受けたとされる作家としては、ウィリアム・ギブスン、ジョナサン・デセム、アーシュラ・ケール・イコール・ムウィンがいる。フィリップ・ケイ・ディック・ソサイティは、ディックの作品を管理する団体で、友人だった音楽評論家ポール・ウィリアムズが設立した。ウィリアムズは、ディックの遺産管理人も務め、 ディックへのインタビュー本、フィリップ K ・ディックの世界、消える現実、オンリー・アパレントリー・リアル、ザ・ワールド・オブ・フィリップ k ・ k ディックも書いている。ディックの死後、ディックを登場人物とした作品がいくつか書かれている。マイクル・ビショップのザ・シークレット・アセンション、1987年、後にフィリップ K ・ディック・イズ・レッド、アラスに解題は、ディックが純文学作家となっており、 リチャード・ニクソンが支配する全体主義のアメリカで SF が禁止されている世界が描かれている。他にも次のような小説でディックが登場している。ディックは映画制作者にも影響を与えており、以下の映画作品がディック作品と比較されている。2010年の SF 映画はディック作品の影響を認めている。ソニックユーズのアルバムシスター。 1987年の一部は、ディック作品に着想を得ており、アルバムタイトルのシスターは、ディックの死んだ双子の妹を意味している。ディックのポストも男性の余地は、ジャンボードリアール、フレドリック、ジェームソン、スラボイ・ジジェクといった多くの思想家たちに注目されている。ジジェクは、ジャック・ラカンの考え方を明確化するのに、ディックの短編小説をよく利用する。 1975年ガディックに対して高い城の男を展示本にする許可を求めたところ、ディックは今後出版されるものも含めて全作品を展示にして構わないと返事をした。そのため複数の作品が展示本になっている。2010年7月17日現在、初期の11作品がアメリカ合衆国内でパブリックドメインとなっており、プロジェクトグーテンベルクによって、 電子書籍化されている。詳しくは、ディック、フィリップ・ K 1928から1982、アット・プロジェクト・グーテンベルグを参照。多数のディック作品が映画化されてきた。ディック本人が1974年にジャンイコール・ピエール・ゴランによって映画化されるはずだった、ユービックの映画用脚本を書いたことがあるが、この時の企画は頓挫した。その後、 ディック自らが書いたシナリオが出版された、ユービック、スクリーンプレイ。また、ブライアン・オールディスが、火星のタイムスリップの映画化を、スタンデー・キューブリックに進めていた時期があったという。映画の多くは、ディックの現代をそのまま題名にしていない。これについて、かつての妻、テッサ、レスリー・バズビーは、実際、ディック本人が付けた題名が、本の題になったことは、ほとんどない。 いつも、編集者が原稿を読んだ上で題名を決めていた。フィルは、良い題名が思い浮かばないとよく言っていた。それができるようだったら、作家じゃなくて、コピーライターになっていたでしょう、と語っている。映画化作品の売り上げの累計は2009年現在で10億ドルに達している。少なくとも3作品が舞台で上演されている。一つは、オペラ、バリスで、 1987年12月パリのポンピドゥセンターで初演された。作詞作曲は、その後、英訳され若干の改編後イギリスでも上演され、1988年に CD も発売された。リンダ・ハーティニアンが脚本を書いた、流れ弱が涙、と警官は言ったが1985年6月にボストンで上演され、その後ニューヨークとシカゴでも上演されている。 アルベマスを原作とする舞台も1980年代に上演された。ラジオドラマ化作品としては、フィンランドで1996年に放送されたメナリップパラチーシーン。原作は短編ミスター・スプスシップがある。1956年には NBC がという番組で短編植民地と地球防衛軍をラジオドラマとして放送している。 日本語訳された作品のみ記す。末尾の年は、原書の出版年。また、1982年以降の作品は、死後に出版された作品であることを示す。タイトルが複数あるものは括弧内に示した。なお、ディックの SF 長編については、早川書房がまず、小説としての出来のいい作品を翻訳。その後、小説としての完成度は低いが、 リック的な魅力がある作品をリック死後に訪れた再評価の波にも乗り、サンリオ SF 文庫が大量に翻訳刊行した。サンリオ SF 文庫の廃刊後は、半数以上の作品がそのまま草原 SF 文庫に収録、もしくは新訳刊行がされた。単編集他一部が早川文庫で改訂刊行。草原 SF 文庫はその後も、 ディックの未役の長編の翻訳を継続し、全長編の観光を目指すと称していたが、現在一部品切れが出ている。草原 SF 文庫で出ていた暗闇のスキャナーが、早川文庫で、スキャナーダークリーとして、新約再刊されるなどの動きもある。2015年の草原 SF 文庫、バルカンの鉄剤で、すべての SF 長編が翻訳された。2002年までの書士は、 早川文庫、フィリップ・ケーディック・リポートを参照。現代のないものは日本で編纂されたもの。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。